こんばんは、キッチンスタジオ獣医の木野恵子です。今日はですね、ちょっとね、お買い物に行ったらイワシが美味しそうだったので、これでね、カルパッチョを作っていきたいと思います。ね、イワシとかね、青背の魚すごく好きなんですけれども、今日はね、イワシが5尾でね、売ってたんですよ。で、2尾はね、もう煮付けにしたんですけれども、梅と梅干しと煮ました。で、2つはつみれ汁かなんかにしようかなと思ったんですけど、せっかくだからね、今日中にね、生で食べてみたいなと思って、今日はカルパッチョをご紹介したいと思います。はい、ではですね、ちょっとこう鱗をね、あ、で、今から頭と内臓を落としますので、新聞紙引いていただくといいと思います。で、新聞紙ってね、結構匂いをね、吸着してくれるので、このまま丸めて捨てるのにもね、いいですね。ただ今ね、新聞紙自体がね、なかなか新聞取ってる人いないかもしれないんですけども、まあ、あればね、新聞紙引いてください。はい、そしたらね、鱗がね、あんまりついてないんですけれども、取れちゃうんですね。こう取った後に取れちゃうんですけれども、ね、新鮮だと割とちょっとついてますので、少し、頭から尻尾に向かって生えてますから、尻尾から頭に向けてカリカリやってください。そしたら取れます。そしたらですね、頭を落としてきますけれども、この胸びれって言います、胸びれの下と頭をね、結んだところで切ります。で、普通のアジとかのお魚は割と、このヒレがね、下についてるんですね。なので、このヒレと頭のね、そのままヒレのまままっすぐ切っちゃうと頭の身がもったいないということで、斜めに切るんですけども、イワシの場合割とまっすぐついてるんです、ヒレが上っていうのかな。なので、もうね、ヒレの下からまっすぐ下にもう一気に落としちゃっていいです。骨も柔らかいんでね、落としちゃいます。はい、で、あとはですね、お腹を落としてきますけれども、お腹ね、通常ですと、アジとかですとね、ここの穴のね、肛門のところからこうお腹裂いてきますけれども、お腹のところがね、結構、鱗が残ってるんですね。なので、イワシはですね、お腹とこの肛門のね、この穴のところを結んだ線で、少しです。ね、少しだけど、このまま切り落としてしまいますね。そうすると、お腹についてる細かいね、たくさんついてる鱗も一緒に取れちゃいますので、まあね、残ると嫌なので、こんな感じですね。こんな感じで取ってしまうといいと思います。はい、そしたらね、お腹の中見えますか。ここから内臓を出します。はいね、内臓出す時もね、包丁でぐちゃぐちゃにしちゃわないように、そーっとこう横にね、かき出してください。そしたらね、お腹のところのこの膜をね、切ってあげると、血合いが出てきます。血合いの膜を切ってあげて、この中骨の上をカリカリカリとね、何回かやってあげると血が出てきますので、ここまでしたらよくお腹の中周りを洗ってください。で、洗い上がったら、そこからはね、キッチンペーパーに取っていきましょうね。で、これ洗いますけれども、こちらはね、新聞紙でくるんで、このままね、捨てちゃってください。じゃあね、お腹をきれいにしたら、キッチンペーパーで拭いてあげますね。お腹の中もきれいにしてきましたね。ここの血のところもね、しっかり拭いてあげてください。はい、これでもうね、綺麗ですね。そしたらさばいていきます。はい、でね、イワシの場合は柔らかいので手開きってこともしますけど、今日はちょっとね、包丁でやりたいと思いますが、お腹のところこう切り込みちょっと入れまして、背中ね、プクプクですね。で、ここに背びれがかろうじてありますので、この延長線上でを狙ってね、こう歯を入れます。で、ね、ちっちゃいので、ここもちっちゃいので、こう刺してもらって、骨をしっかり持って、このまま斜めにこう下ろしていきましょう。シュッと、これでね、もう一気に下ろしちゃいましょう。こんな感じですね。で、こちらもシュッと取ってあげる。はい、こんな感じで半身取れました。で、ひっくり返したら、これもね、一気でいいですかね。グッと包丁入れたら逆向けます。そして尻尾をしっかり押さえて、進む方を下ですね。こっち向きに下にして、で、斜めに包丁一気に斜めに落としていくと、切れますね。で、これでスッと
います。はい、こんな感じですね。これで3枚におろせました。はい、そうしましたらね、はい、ここからね、お腹の骨を取ってきます。腹骨って言いますけれども、結構ね、細かいからそんなにさっさらはないけど、ね、こう取って、ここをね、スッと取りましょう。ね、ここをずっと取りました。こっちもありますね、こっちも。ね、起こしてあげて、腹棒を取ります。スッとね、取ってきます。はい。ですね。あとね、こう中骨もあるんですけど、あんまり気にしなくていいかなと思うんですけど、ちょっと取ろうかな、ちょっと取ろうかな。はい、はい、そしたらね、こういうね、骨抜きがあるんですけれども、これでね、中骨を取ってきます。ちょっとね、細かくあるので全部ね、しっかり取らなくてもいいと思うんですけど、ちょっとすごく触る部分だけね、見えます?こんな感じでね、イワシの小骨ってそんなに食べても大丈夫なんですけどね。はい。あとは、こういう青背の魚ね、生で食べるときは、鮮度はね、鮮度でもちろん生食できる、できないってあるんですけれども、虫がね、いたりするのをご存知ですか?アニサキスっていう寄生虫がね、いることがあるんですよ。で、加熱すればね、大丈夫なんですけれども、生で食べるとね、ちょっとね、お腹痛くなったりするので、そこのチェックはね、しっかりしたいですね。でもね、アニサキスもしいた場合は結構目でも見えるので、いた跡とかね、見えたりするので、どういうものだといるかみたいなのはね、ちょっと皆さん調べていただくと写真が出てたりしますけれども、ね、ちょっとそこのチェックはしてください。今日ね、お魚屋さんにも言われましたね。生でも大丈夫ですけど、つって。はい。ですね。そしたらね、生で食べる場合、皮を剥いてきます。で、皮はですね、頭の方から、尻尾の方に向かってやると剥きやすいんですが、ちょっとね、こう指でね、取りますね。そしたらこのまま結構ね、取れます。すごい脂乗ってますね、今日のね、イワシ。でこのままこう引くとピローっと剥がれますので、ね、皮を引きたいと思います。ね、頭の方から少しね、身がついちゃわないようにちょっと指でフォローしてあげながら、ね、ここをピーッと、これ気持ちいいんですよね、ピッと。ね、これで取れましたかな。大丈夫そうですかね。はい、すごい、もうすごい油ですね、ベタベタしますね。そしたらですね、こちらの出来上がったものを薄く、ね、カルパッチョですから薄く切ってきます。そしてね、ちょっと器にもうね、並べてきますね。ね、これなめろうみたいにしてもね、薬味入れて美味しいと思うんですけれども、今日はちょっとね、他が洋食だったので洋食にしたいなと思います。すいませんね、これに乗っけてみたけどね、少なかったんで、お皿移動です。で、カルパッチョってね、白身魚とか、あとマグロとかカツオとかでもできますしね、エビホタテなんかでも美味しいんですけれども、ちょっとね、味付けに工夫するといいなっていうのがありまして、白身とかホタテとかっていうものは、さっぱりしたね、ビネガーか、まあ、ホワイトビネガーか、もしくは、例えば白バルサミコとかね、とか、あとはね、フランボワーズビネガーなんかもあるんですね。
ちょっとね、フルーティーにしてあげても合います。で、青背の魚とか、あとはマグロとかカツオっていうのは、ちょっとね、癖がありますので、バルサミコとか使ってあげても合いますね。普通のまあ、お酢でももちろんいいんですけれども。で、まずはじめにすることは、ここにね、うっすらね、ちょうどいい加減ですよ。うっすらね、塩をしてあげます。ここしっかりね、してあげてください。そして、胡椒です。胡椒も大事で、やっぱお魚なんでね、生臭み取るために胡椒ね、すごく重要ですね。はい。で、あとはね、いろいろ、お好みでいいんですけれども、ちょっとね、お刺身と考え方は一緒で、薬味的なものを乗っけてあげると美味しいです。ちょっと今日ね、紫玉ねぎを他でも使おうと思って切ってあったので、これをね、今、細切りの状態で水につけてたんですけれども、これをね、みじんにしてあげます。ちょっと大きめでもいいと思います。で、これもちろんね、普通の玉ねぎでもいいです。ね、これがまあ薬味になりますよね。あとね、何にしようかなと思うんですけれども、結構たっぷりめでもいいですね。うん、あともちろんね、ハーブがあるとね、最高なんですけれども、ちょっと今日は急遽だったんで、ハーブ何もなくって、そうです、ミントでもいいかな、ミントやってみようかな。ね、私よく使うんですけど、ケイパーですね。ケイパーも合います。これはね、酸味が、ケイパーの酢漬けですけど、酸味があってね、お魚にもよく合いますので、よくサーモンマリネなんかにね、乗ってるやつですよね。これも粗刻みして、ちょっと粗刻みして、散らしましょう。で、トマトとかもね、散らしてもいいんですけれども、ちょっと今日トマトは別で使うので、やめますね。はい。うん。こんな感じで、いいかな。バルサミコビネガーを、この量だから、一杯でいいかな。そして、美味しいオリーブオイルです。今ね、もう魚に塩コショウしてるので、もうこっちはもう塩コショウなしでいきますね、オイル。で、オイルね、ちょっと今日は多めに倍入れちゃう、2杯入れちゃいます。ね、オイルサーディンってね、ありますけれども、ちょっとね、イワシとオイル合うので、まあ、イワシ自体にもね、すごいオイルが今日はありますが。ね。こんな感じですかね。私がね、ぜひぜひおすすめしたいのが、このね、ピンクペッパーって言われる、パーブルロゼって言われるものなんですけれども、これがね、もうお魚のカルパッチョにすごい合うんですよ。こういうピンクのね。で、色も可愛いですし、この味がね、独特のこう香りがあるんですけれども、これが生のお魚にすごくよく合うので、ぐっとね、これでなんかお店感がね、高まるというか、で、このピンクすごい効くんですよね。美味しそうに見えるんですよ。なので、魚のカルパッチョは結構これは必須で欲しいですね。はい。そしたらね、ちょっと今日は、ハーブがね、ミントしかなかったんですけれども、まあ合わなくはないかなということで、ちょっとね、穂先の方をきれいに、可愛いところを、散らしてみましょうか。はい。はい。ではね、今日はイワシのカルパッチョができました。ね。これアジとかでもできるしね。マグロとかでもいいです。もちろんね。やってみてください。お刺身をね、使ってくださいね。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方は、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。また、キッチンスタジオ10家の公式 LINE では、毎朝、献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方は、ぜひご登録ください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。